なっていう心境を思ってるの。そうですね、また同じような失敗をしてしまったなっていう感じですね。この大会もうとにかく気負わず淡々といつも通りやるっていう気持ちでした。そうですね、まあ合宿とかでも結構毎日やるぐらい何回も手を合わせている相手なので、まあ、相手のしたいことを防ぎつつ自分の攻撃で取るっていう気持ちで挑みました。改めてなんですけど、今後の目標についてお聞かせください。そうですね、今回の失敗の原因をちゃんと振り返って修正してプレーオフ絶対勝って世界選手権決めたいなって思います。ありがとうございます。代表は以上。お疲れ様でした。ありがとうございます。はい、櫻井選手は天皇杯で対戦して、はい、まあ、今日勝てばといったところがありますけど、まずそこのフィール上進というテーマに掲げてきた今大会、そのあたりというのは気持ち的には大丈夫ですか。そうですね、もう合宿のスパーリングぐらいのつもりでやってました。ただこの試合の中で相手の強さを感じたところですか。そうですね、やっぱりスパーリングだと勝敗がついても何にもないんですけど、やっぱりこの世界選手権がかかった大会ってなると向こうもすごい勢いで攻めてくる来たのに対して、そうですね、自分が対応しきれなかったなって感じですかね。このプレーオフでまた勝てばといったところになると思いますけども、はい、世界選手権の思いというのはまずどうでしょうか。そうですね、やっぱり最短で決めれたら一番良かったんですけど、まあ、結果こうなってしまったので、まあ、もう後がない状況なんですけど、まあ、しっかり今回の失敗を改善、プレーオフまでに改善して絶対に世界選手権決めたいですね。パリオリンピックへの思い。そうですね、もう絶対出たい、自分が絶対出る、それしかないですね。ありがとうございます。他お許しいですか。はい、ではこのまま囲み次第に移らせていただきます。